ジョン・ギボン、ジョン・ギボン、A、ジョン・ギボン、1827年4月20日から1896年2月6日は、アメリカ陸軍の職業軍人であり、南北戦争では、北軍の将軍となり、その後は、インディアン戦争を戦った。ギボンは、ペンシルベニア州フィラデルフィア市、ホームズバーグ地区で、ジョン・ヒーシャム、ギボンズ博士とキャサリン・ラードラー。 ギボンズ夫妻の10人の子供のうち4番目として生まれた。ギボンが11歳になる頃、父がアメリカ合衆国造兵局の資金主任者の地位を得た後でノースカロライナ州シャーロット近くに転居した。ギボンは1847年に陸軍士官学校を卒業し、第3アメリカ砲兵隊の名誉将尉に任官された。米国戦争に参加したが戦闘に会うことはなく、 フロリダ州南部では、セミノオール族インディアンと開拓者のの平和維持に努め、ウェストポイント陸軍士官学校で、砲兵戦術を教えて、この時1859年に、砲兵のマニュアルを表した。このマニュアルは砲術に関するコードに、科学的な論文であり、南北戦争では、両軍から用いられた。1855年、ギボンはフランシス・ファニー・ノースモールと結婚した。 夫妻には四人の子供、フランシス・モール・ギボン、キャザリン、ケティラ・ラードナー、ギボン、ジョン・ギボン・ジュニア、幼児に死亡、及び、ジョン・エス・ギボンが生まれた。週刊の戦争が勃発したとき、ギボンは、ユタ順州のキャンプ・フロイドで第四アメリカ砲兵、連隊 B 大隊の隊員として勤務していた。ギボンの父は、奴隷所有者であり、三人の兄弟、二人の、 義兄邸を呼び操縦形邸のジョンストン・ペティングルーが南軍で務めたという事実にもかかわらず、ギボンは合衆国に対する忠誠を守ることに決めた。ギボンはワシントン DC に戻った時にまだ第四、アメリカ砲兵隊の指揮を取ったままで、アービン・マクドウェル少将の砲兵長になった。1862年に志願兵の順将に指名され、国王のウィスコンシン旅団と呼ばれる、 西部人の旅団式を取った。ギボンはすぐにその部隊の訓練に取り掛かり、外観を正し、白のキャハンと独特の黒の1858年世紀軍、ハーディハットをつけさせた。この帽子のせいでその部隊は、ブラックハット旅団というあだ名をもらった。第二次ブルランの戦いの前哨戦となる、ゲインズビル・ブローナー農園の戦闘では、この旅団を率いて、有名な南軍ストームウォール、 ジャクソンのストーンウォール旅団と戦った。9月14日のサウスさんの戦いではやはり、この旅団を率いて、強力な丘登りの突撃をかけ、この時、ジョセフ・フッカー少将は兵士たちが、鉄のように戦ったと叫んだ。この時からその旅団は、鉄の旅団と呼ばれた。ギボンがその旅団を率いたのは、アンティータムの戦いが最後となった。この時は、トウモロコシ畑での血にられた戦闘で、 自ら砲兵を指揮するために弾を離れる時間を取らざるを得なかった。ギボンはフレデリックスバーグの戦いで第一軍団の第二師団長に昇格したが、この戦いで負傷した。この傷は浅かったが、感染症が続いたので数ヶ月感染症を離れた。任務に戻ったすぐ後で、息子のジョン・ギボン・ジュニアの突然の死を知らされた。ギボンはチャンセラーズ・ビルの戦いには戻っていたが、 その師団は予備隊となったのでほとんど戦闘には参しなかった。ゲティスバーグの戦いでは第二軍団、第二師団の指揮をとり、1863年7月1日と2日に軍団長ウィンフィールド、スコット・ハンコック少将がより大きな軍隊の指揮官となった間にその軍団の指揮を取った。七月二日夜の作戦会議の終わりにポトマック軍指揮官となったジョージ・ミード少将が疑問を 脇に連れて行き、もし、ロバート・イーリー将軍が明日攻撃するならば、あなたの前に来るだろうと予告した。7月3日のピケットの突撃に対する防御の時、ギボンの次第が、まさに攻撃の矛先を耐え、この時ギボンは再度負傷した。この傷から回復する間に、オハイオ州クリーブランドの徴兵所の指揮を取り、ゲティスバーグの戦没者国立墓地の除幕式に出席し、 親友で副官のフランク・エハスケルと共に、エーブラハム・リンヌン大統領のゲティスバーグ演説を聞いた。ギボンは第2師団指揮官に復帰し、荒野の戦い、スポットシルバニア・コートハウスの戦い及び、コールドハーバーの戦いに参戦した。ピーターズバーグ包囲戦の間に、地部隊が第2次リーム駅の戦いでの戦闘を拒否したことで、失望した。ギボンは、 病気休暇を取る前に短期間で I18 軍団を指揮したが、その貢献は大変貴重なものであり、ジェームズ軍に新しく作られた第24軍団として戻った。その軍団は、第3次、ピーターズバーグの戦いで、決定的な突破を成し遂げることに貢献し、南軍の防御線の一部である、クレックトリデを奪取した。アポマトックス方面作戦の間その軍団を率い、 アポマトックスコートハウスの戦いでは、南軍の退路を塞いだ。南軍降伏の時には三人の交渉代理人の一人となった。ギボンは戦後も軍隊に止まった。正規軍の階級で大佐に戻され1876年の数族インディアンに対する作戦。ブラックヒルズ戦争では、モンタナ順州のエリストリデで、不評隊の指揮を取った。ギボン。 ジョージ・クルック及びアルフレッド・テリー各将軍が水族とシャヤン族に対する共同作戦を行ったが、クルックはローズバットの戦いで退却させられ、ギボンはジョージ・アームストロング・カスター中佐がリトルビッグ・ホーン側の包みで大変大きな損落を攻撃した時には近くにいなかった。リトルビッグ・ホーンの戦いはカスターと261名の兵士の死につながった。 6月26日に、ギボン隊が接近したことで、おそらくまだ包囲されていたマーガスリの少佐の指揮する、数百名の部隊を救った。ギボンは翌日到着し、死者を埋葬し、負傷者を救助することを助けた。翌年、オリバー・オー・ハワード将軍から、モンタナの西部、ビッグホール川沿いで宿営していた、ネズパース族を遮断するという電報を傍受した時は、まだモンタナで指揮を取っていた。 ビッグホールの戦いで、ギボン隊はインディアンに大きな損失を負わせたが、インディアンの狙撃にあって動けなくなった。ハワード将軍の部隊が戦い二日目の遅くに到着するまでインディアンの孔に耐え抜き、その後撃退に成功した。ギボンは1884年に一時的にプラット方面軍の指揮官を務めた。1885年に正規軍の順将に昇進し、 太平洋岸北西部軍の指揮を取った。1886年の反中国人暴動の時の戒厳令下ではワシントン州シアトルを抑えた。1891年に年齢制限のため退役を求められた。ギボンは鉄の旅団協会の会長となり、1895年10月から翌年のその島ではアメリカ合衆国ロイヤルリージョン軍人会の 総司令官となった。また1886年にウェストポイントで卒業記念公演を行った。ジョン・ディボンはメリーランド州ボルティモア市で死にアーリントン国立墓地に埋葬されている。1859年に表した有名で影響力があった砲兵のマニュアルに加え南北戦争の個人的な思い出、1928年の死後出版や 西部辺境での冒険、1994年の死後、出版の著者でもあり、他にも雑誌や機関誌に多くの記事を寄せており、多くは西部での当時の話や先住民族に対する政府の政策への意見である。1988年7月3日、ゲティスバーグの戦いから125年目の記念日に、ゲティスバーグ国立軍事公園のピケットの突撃で、 ギボンが負傷した場所近くにジョン・ギボンの銅像が除幕された。ギボンは映画ゲティスバーグの中ではエミール・オー・シュミットが演じている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。